はい、ゆるゆる日和です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆるゆる日和はうつでお仕事を休んでいる間にすっかりお化粧するのを忘れてしまいました。グダグダ生活を送ってました。なのでお仕事を始めた今、またお化粧に気を使おうと思って新しく購入してきました。今韓国コスメにハマっているので、韓国コスメと韓国コスメではないですけど、いろいろ買ってみました。綺麗を目指していきたいと思います。以上、ゆるゆる日和でした。また見てねー。